皆さんこんにちは、キャスタイス TV の小林です。原田です。はい、今回もですね参考書を紹介していきたいと思うんですが、はい、今回ね古文についてやってみたいと思うんですけれども、はい、まあ、古文もねいろいろ参考書あるんですが、うん、今回はね僕も結構一押しの、うんうん、この Z 界の古文シリーズに関してちょっとお話をしてみようかなというふうに思います。はい、で古文の参考書ってやっぱりこう薄くて、うん、まあ、一冊で、うん、まあ、サクッとみたいなイメージあるじゃないですか。あります。まあ、この Z 界のシリーズはもちろん全部やるとは限りませんが結構なボリュームがですねあって、しかも4冊あるということで、はい、まあ、この4冊ですねすごいね分かりづらいんですよ。うんうんうん、あの最強の古文、古文入門、古文上達、うん、で古文上達は2個あるんですねなのでどれがどういうレベル感なのかも分かりづらいので、まあ、それそれぞれどんな人がやるべきなのか、うん、もしくはどんないい特徴、まあ、もしくはデメリットがあるのかについて紹介をしてみたいと思います。はい、まずは目標レベル対象者のところを見ていこうと思います。今回は Z 界の公式ホームページですね、 Z ウィキというページから持ってきました。まずはレベルなんですけど、ちょっと今あの表が出てると思うんですけど、はい、まず入門に関してはまずは日常学習、そして入試基礎、うん、そして、まあ、センターっていうのに一応当てはまるということですね。そうですね。だから、まあ、高校1年生ぐらいの方とか、はい、まあ、高2でも、あ、まあ、ちょっと授業聞いてなかったよみたいな、うん、そういう方向けですね。はい。続いて、上達の基礎の方なんですけども、こちらも日常学習、入試基礎、ここまでが、まあ、丸となってるんですけども、うん、この、これ以降ですね、センター、私立、国公立、ここに二重丸がついてるというような形です。はい。はい、受験で使うと多分、この辺を使ったことある人が多いのかもしれないですね。うん、はい。続いて、上達の、今回こちら、無印というふうに呼ばせてもらうんですけども、こちらが私立国公立、こちらに二重丸ついてまして、難関の私立であったり難関国公立になるとちょっと丸というような形になっております。で最後に最強の古文ですね、こちらが私立国公立に丸ついてまして、一番当てはまるのが難関私立難関国公立となっております。はいはい、続いて参考書のですね、まあ、それぞれ目的というのをちょっと見ていこうと思います。まずは入門の方から見ていこうと思います。まず入門に関しては古文を読んで慣れるというところになっております。そして基礎ですね、上達基礎なんですけども、基礎からじっくり勉強する断片的な知識を学ぶだけでなく体系的に文法を学ぶという意図があります。はい、そして上達の無印の方はこちら古文を入門から応用まで段階的に学習する、そして最後最強の古文が古文の問題演習を通して入試のための実践力、こちらを身につけるためという風になっております。はい、最後対象者を見ていこうと思います。先ほど少しあの小林さんにおっしゃっていただいたんですけど、うん、まず入門の方ですね、古文を学び始めたばかりの人であったり、まあ、先ほどおっしゃっていただいた高校 1,2 年生であったり、古文がとても苦手な高校3年生、はい、一応書いてあったのが春から、まあ、夏の最初ぐらいまでということになっております。はい、いくら高3でも、まあ、センター直前とかにやるものではないかなって感じがします。はい、続いて上達基礎なんですけども、まあ文法を学習してもどっかにどう活かせばいいのかわからない人であったり、まあ、高校2年生や高校3年生といったのが、対象者となっておりました。で続いて上達の無印ですね、こちらが、まあ、いわゆる高校3年生、そして文法読解から、文学史であったり背景知識まで古文全般的な力を、身につけたい人っていうのが対象者になっております。はい、最後ですね、最強の古文、こちらが古文の基礎学習をもうすでに終えて問題演習を多く積みたい人、そして古文に自信がある人であったり、面白いのが東大や京大をはじめとする難関大学を志望する人、高校3年生でいうと夏から、まあ、入試直前というような形となっておりました。続いて値段を見ていこうと思います。今回、まあ、大きく2つに分かれまして、入門と上達基礎ですね、はい、こちらが税込みで1100円となっておりますに対して、上達無印最強、まあランクが3番目と4番目難しいものが1068円となっております。はい、まあ、基本的にはまあ1000円前後という感じになりますけれども、うん、まあ、4冊やろうとするとね、まあ、4000円ぐらいかかりますから、そうですね、確かに、まあ、自分がね使いやすいものを選んでほしいと思います。はい、続いて改訂年をちょっと見ていこうと思います。入門に関しては2005年の3月、上達の基礎の方が2006年の3月、そして上達無印に関しては1991年の9月、はい、最強が1993年の10月となっております。はい、まあ、どれもですね結構まあ古いんですけれども、その上達無印ですね、うん、こちらまあいい本なんですが、はい、そろそろ30年ぐらい経とうとして実はそういうレベルの本でして、うん、まあ、あの結構いい本なので何度も何度もこう増刷がかかってはいるんですけれども、うん、はい、まあ、やっぱり傾向とかもですね当然その古いことが多いですから、うんうん、あ、なるほど、
なのでその辺はちょっと注意をしていただければと思います。はい、続いてページ数や章、そして問題数を見ていこうと思います。まずはページ数なんですけども、入門ですね、こちらが232ページ、そして上達基礎が192ページ、上達の、まあ、無印ですね、176ページ、そして最強が352ページとなっております。はい、ものによってかなりページ数が違う感じで、うん、特にまあ最強ですね、はい、これはかなりページ数が多くなっているので、パッと見ですね、うん、そんなに変わらなく見えるんですけど、うんうんうん、中身のやっぱ紙とかが若干ちょっとこう違うので、うん、この辺のボリューム感とかはあの各自確認をして買ってください。はい、続いて章ですね、ちょっとそれぞれ見ていこうと思います。まずは入門の方から見ていこうと思います。まずは序章に古文とはっていうのがありまして、はい、第1章に、近世、第2章に中世、そして第3章に古代の和文というような形で、最後に入試問題がついているというような形ですね。そして上達基礎の方を見ていきます。上達基礎は、まあ最初に文法の入門で、動詞形容詞形容動詞助動詞助詞副詞の順番で章を進めていきまして、その他の品詞敬語和歌で締めくくっております。上達の無印の方なんですけど、まず第1部ということで入門編、この中の章が古文の上達への道、これが第1章になっております。第2章に古文の雑学、そして3章に、文法と単語の基礎的事項という形ですね。で、第2部に基礎編、第3部に演習編となっております。で、最強の古文ですね、こちらが1章が、まあ、古事記と万葉集、そして2章に、まあ、中古の物語、3章に日記文学であったり随筆、4章が歴史物語、5章が古今和歌と新古今和歌、6章に説話というふうな形で、まあ、時代ごとにまとめているような仕組みとなっております。で、問題数に関しては入門が29問ですね、まあ、純粋の問題は6問のみ、そして上達基礎が45問、上達の無印が56問、そして最強が50問となっております。はい、問題の数は大体まあ50問前後で、はい、一番最初の入門以外は、まあ、問題集、これじゃないか、うん、はい、これですね、はい、これ以外は結構問題集的な色合いが強いかなと思うんですが、うん、まあ、上達の基礎の方は解説も結構あるので、うん、まあ、基本的には最強の古文もしくは古文上達の無印が問題集、まあ、それ以外が解説プラス問題集というふうにまあ考えてもらえればいいかなと思います。まあ、これだけね問題の数が多いんで、はい、他の、ね、古文の参考書と比べて、まあ、コスパっていうのはおかしいですけれども、うんうん、問題数からすると解説のボリュームからすると、まあ、結構値段的には、うん、まあ、お得なのかなって感じがします。はい、続いて Amazon の指標を見ていこうと思います。まずは評価ですね、入門が星 4.6 ですね、5段階中 4.6、 上達基礎が星 4.3、 そして上達の無印ですね、こちらが星 3.3、 そして最強の古文が星 3.4 となっております。はい、比較的新しいね、上2冊が、はい、まあ、4点台になっていて、うん、古いのが3点台ということになっています。はい、続いてランキングですね、こちら今回高校古典教科書参考書と割と広いランキングで見ております。全37,055位中で見ていこうと思います。こちらのランキング12月1日の18時頃に、見たものとなっております。まずは入門ですね、こちらが61位ですね、そして上達の基礎、こちらがなんと2位、うん、そして、上達の無印、こちらが21位、はい、そして最強の古文が155位となっております。はい、まあ、評価と全くねこう同じようになってるわけではないんですけれども、うん、はい、やはり古文の上達ですね、はい、このまあ2冊セットとかをで取り組む人が多いのかな、うん、という印象を受けました。はい、続いてレビューをちょっと見ていこうと思います。まずは入門の方から見ていこうと思う。まずはプラスですね、まあ、分かりやすくまとまっていて、中世代の文章から昔に遡っていく形式というところがあの結構皆さんにあの人気があったところですね。で、マイナスコメントとしては、文法は動詞の活用など、まあ、最初からまあ収録はしているんですけども、現代語との違いっていうのがまあ理屈で解説したり、何かと脱線が多いっていうところが結構コメントとしてありました。はい、続いて上達の基礎の方ですね、こちらに関してはプラス点としては、古典文法を勉強し終え、基本単語も一通り進められたらまず最初にやってほしいっていうふうに結構コメントがありましたね。に対してマイナスのところが、一つ一つの文章が結構短いというのが結構ありましたね。なるほどですね。はい、続いて上達の無印の方を見ていこうと思います。プラスとしては、記述式の問題数も結構入っているので、記述対策が必要な人にはおすすめということでした。に対してマイナスがですね、
記述式の採点基準が載っていないという点ですね。 あとは現行の入試において、まあ、減少傾向にある文学史の問題というのが結構多めに載っているというのが、はい、そうですね、結構コメントとしてありましたね、はい、そして最後最強の古文プラスとしては、まあ、古文上達の、まあ、無印の延長線にある参考書ということで、まあ、結構やりごたえのある問題が多く、うんうん、解答が丁寧ということが挙げられてました。に対してマイナスなんですけど、最強という位置づけとして難関の国公立の対応を期待している人が多くいたそう、うん、いると思うんですけど、記述式の問題がまず少ないと、ああ4択問題が多いというのが、はい、コメントとしてありました。それぞれの、特徴を見ていこうと思います。まずは入門の方から見ていこうと思います。まずは文章の順番というところが特徴的でした。あの近世の文章から中古の文章へとだんだん時代が遡る構成となっているんですね。で最初 あのところでも紹介したんですけども、やっぱり苦手なあの方が取り組むということで、あの現代語に近い近世の文章から出発するので、少しずつ古文が触れることができるという点です。もう1点が問題の種類というところですね。大体が文章を読む練習としての問題、文章しか載っていないタイプで、これを読んでみましょうという問題となっております。その後に各章末に総合演習問題があって、その読めてるかどうかのチェックを問題を通して行うということになっております、はい。まあ、最初にも話したんですけれども、特徴としてはやはりその古文を入試対策として、まあ、スピーディーに学ぼうという人の向けではないかなという感じがするので、うんうん、例えばそれこそ中学3年生とかで、うんうんうん、まあ、高校の範囲をね、うん、先取りしたいよ一貫校の人とか、あとはまあそんなに本格的に受験勉強するわけじゃないけど、うん、まあ、高1になるね、まあ、前後とか高2に上がる前後に、まあ、ちょっと古文に触れておこうかなっていう時間のある人が、うん、まあ、触れてみるというような本だと思います。はい、実際にあのコメントの方でも中学3年生の親御さんが購入してるっていう結構そのコメントがあったので、もうまさにその通りだと思います、ね、はい、いいと思います、はい、まあ、親御さんがね、はい、読んでもダメなんだけど、はい、続いて上達の基礎を見ていこうと思います、はい。特徴としては集中講義とそれに対する実践問題という形式です。集中講義では、まあ、読解に必要な文法知識っていう点を学びまして、実践問題では、集中講義で扱った文法に焦点を当てた文章を取り扱っているという点ですね、はい。まあ、いわゆるここからが本当に、まあ、古文参考書、うんうん、問題集というような形になってくると思います、はい。でまあ、評価が高い点としては、はい、やはり一つ一つの、まあ、問題の選び方というのが丁寧で、うん、まあ、かなりしっかりした問題を使ってますし、まあ、これに関しては本当最初の説明に関しても、はい、こう文法の、ね、歴史的仮名遣いとか、うんうん、活用とか、まあ、その辺からちゃんとこう丁寧にやってくれているので、いわゆるその古文を参考書で勉強したい人っていうのは、まあ、ここから入っていくといいのかなとは思います、うん。ただ講義形式ではないので、まあ、別途単語帳を、ね、自分で使うなり、まあ、もしくは別の方法で、まあ、分からないところを補うなりしながら進めていけば十分ですね、入試レベルの学習というのがこの一冊で、まあ、固められるかなというふうに思います。続いて上達の無印の方を見ていこうと思います。こちらに関しては、まあ、回答と解説の充実度というところですね。問題の解説部分では回答のほか前訳であったり、回答のポイント、さらに単語チェック、文法のワンポイント、さらに出典の詳細まで詳しく載っているのが特徴的です。で問題集としての側面が、まあ、先ほどの2冊よりひときわ強いものになっているんじゃないかなと思います、はい。なので実際、まあ、こっちの基礎やったら、まあ、こっちをやるっていうイメージが強いですし、うん、まあ、この組み合わせが非常にこうレベル感的にもちょうどいいし、まあ、後で最強の話出てきますけども、はい、正直、まあ、そこまでやらなくてもですね、うん、この2冊で、まあ、ある程度十分対策はできるかなと思います、はい。まあ、たださっきAmazon レビューにも書いてあったんですが、はい、注意点が2個あって、はい、記述問題もあるんですが、はい、その配点とか、うんうんうん、ここで部分点が何点とかっていうのがあまり説明がないので、うんうん、まあ、そこを重点的にやりたい人は別途対策が必要という点と、あと問題もですね、あの古いので、はい、これさっき言ったそうです、ね、その文学史今まあだんだん減ってますというか、うん、ほとんど出なくなってるんですけども、うん、まあ結構あるので、そこはまあうまく飛ばしながらというか、うんうんうん、自分で出ないなって思いながらやらないと、うん、ちょっと何やってんだろう俺みたいな感じになっちゃうので、うん、そこをまあ調整できる人はですね、おすすめの一冊かなというふうに思います、うん。ありがとうございます。はい、続いて最強の古文見ていこうと思います。問題の配列と解説という点ですね。問題の配列に関しては入門では近世から順に遡っていくっていう形だったんですけど、こちらはまあ最初の古いところからスタートという形ですね。最強では品質
出典を文学者の流れに沿って、まあ、配列されて、それに沿って学んでいくという点ですね。そして解説のポイントとしては、単語であったり文学書、そして Q&A という、まあ、あの文法中心の参考書ではないので、そういったあの Q&A というところであの確認をしていくというようなところが挙げられます。はい、まあ、最強の古文というのはですね、よくも悪くも、はい、あの Z 解釈が強いです。なるほど。です。というのは、はい、まず問題のレベル高い、うんうんうん、難しいんですが、はい、その、なんていうんですかな、解説がですね、うん、この詳しいんですし、はい、あとプラスアルファの情報も多いんですけど、はい、やっぱり細かいんですよね、良くも悪くも、うん、だからあの前多分動画で出したと思うんですけど、あのセンターパックの Z 解ってマニアックだよねみたいな、はいはいはい、ああいうその良くも悪くもその Z 解釈がすごい強いんです。であのさっき Amazon でもありましたけど、でもじゃあ東大受けたい人これやるべきかって言ったら、うん、結構そんなことはなくて、うん、その記述問題があんまりないとか、うんうんうん、そのあってもほとんどそのさっきと同じなんですけども、採点基準はよくわかんないとか、うん、そこまでそのユーザーインターフェースがいい参考書がないので、うん、本当にその古文を極めたい人とか、うん、そのまあ次第で、まあ、それこそ早稲田とか、ね、あの古文出るし、はい、その文系で得点を絶対に稼ぎたい人とか、まあ、そういう人がですね、まあ、手を出せばいいかなという感じです、うんうんうん、確かにその古文って、はい、あのハイレベルの参考書少ないんですよ。確かにそうですね。なんでかっていうと受ける人が少なくて、あ、なるほど、それこそその国公立で、うん、あのまあ国語の中に古文が出て、しかも記述問題が出る人とか、はい、うんうん、もしくは次第で難しいのが出る人ってまあいますけど、はい、それでもやっぱり国公立って最近はきちんと読んで文位を取ることとかっていうのが問題の形式になってて、うんうんうん、東大とかもやっぱり20年前とか30年前と全然入試問題変わってきていて、はい、今の方がやっぱ読みやすくなってきているので、はい、そういう意味で言うと少しこう、うん、若干時代に取り残されちゃったかなっていう部分はなくはないです。ただやっぱりこう清めていきたい人にとっては、うん、あまり教材が世の中にないんですよね、はい、それこそやっぱ基礎とかだったら、うん、例えばスタディサプリ使ってね、うんうんうん、あの勉強できませんかって言われたら、まあできますよって話でしょうし、はい、他にもその文法を、ね、扱っている別にマドンナ古文とかね、うんうんうん、あのああいうのでも全然勉強できるんですけど、じゃあこのレベルってなると あんまり、まあ、なくはないですよ、なくはないし、これから動画でも紹介したいんだけど、そんなに多くはないので、そのある種貴重な一冊なんですけど、はい、やっぱり最近の取材傾向とか、うん、に合わせてぜひ改訂を絶対さんには、はい、これは改定をお願いして、まあ、個人的にはここがメインターゲットになるかなと思うので、はい、皆さんもね、はい、なので、まあ、これやってこれやるっていう意味で言うと、まあ、こっちをまず改訂してほしいなっていうことはあります、うん、はい、であと逆にこれに関しては、うん、まあ、いい方なんですけど、もっと逆にレベル下げちゃってもいいかなと思って、そうなんですね、やっぱ最初から結構固めじゃないですか。そうですね、もうちょっとなんか分かりやすい講義帳とかにしちゃってもいいのかな、うん、それこそ本当にマックス高1ぐらいがやるみたいな、なるほど、中3から高1ぐらいな感じで書いてもいいかなというような感じはしてます。はい、というわけでね、まあ、ちょっといろいろ言いたいことになってしまいましたが今日は古文の参考書について取り扱いました、はい、まあ、他のね、いろんな科目についてもやっていきますので、ぜひご覧いただければと思います、僕らサブチャンネルもやっております。概要欄にリンク貼っております。サブチャンネルの方でも古文の話題とかもやっているので、ぜひ見てみてください。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。